食文化の伝統が危機にさらされています。日本ウナギが先月絶滅危惧種に指定されました。養殖用の稚魚シラスウナギの今年の漁獲量は去年に比べて倍増しましたが、これまでの乱獲の影響で国内では50年前の1割以下です。このため政府は養殖業者を届け出制にしてシラスウナギ漁の管理体制を強化します。手が届かなくなりつつあるウナギは今後どうなるんでしょうか。中継です。はい、私は今都内のうなぎ専門店に来ているんですが、この太陽が照りつける暑さの中、70人以上の方が列を作って並んでいます。そしてお店の中ではですね、今休む暇なくお店の方がうなぎを焼いています。ただですね、先月こちら日本うなぎは絶滅危惧種に指定されました。その影響もあり、もう今年食べないとうなぎを食べられなくなるんじゃないかと思って慌ててきましたと話すお客さんも多くいらっしゃいます。これから先もし取れなく不足になると、食べる側の方も少し考えて食べるようになるのかな。食べれなくなっちゃったら寂しいです。はい、どうぞ。はい、ただですね、今年はうなぎの稚魚の漁獲量が去年の2倍に増えました。お店としてはどういうふうにこのことを捉えていますでしょうか。今年は価格も変えずにお客様に提供できて本当ほっとしてるんですけど、これからのことを考えるとやはりうなぎが激減していくってことは心配の種ですね、すごく。そうですよね。まあ、今国内ではですね、うなぎの養殖業はこれまで誰でも自由に養殖ができるんですけれども、政府は養殖業者に届け出を義務付け、さらに許可制にして生産量を調整する方針を決めました。今後もうなぎを食べ続けられるよう資源管理を徹底するとしています。